ファフナーと俺たち、お前にとってどっちが大切なんだ？ファフナーだ。僕に必要なのはこの左目の代わりになるものだけだ。Thank you.
調子に乗るなよ、マキナのコピーごときが。さっさと終わらせてやる。ラインバレル、なんという力だ。そろそろ終わりにさせてもらおう。おとなしく帰ってもらいましょうか。行くぞ、ミスター。本物の剣術を見せてやる。これ以上の戦闘続行は不可能。脱出する。始めるとするか。少しだけ本気を出してやる。し
ちいち気に食わねえやつだ。俺の相手は青いのだな。その程度の実力で私の首を取れると思っているのか。作戦内容、お前たちをぶっ殺す。そんな攻撃に、カット、ヤツを逃がすな。分かってる。それを使え。よし、開けてみて。いい気になるなよ。俺はまだまだ戦えるぜ。バーダンとは私が相手をする。これまでだ。今回の作戦は難航すると思っていたが、杞憂だったようだな。巨大がゆえ弱点もまた分かりやすい。少しだけ本気を出してやる。随分とつまらない相手だ。チャンスを待ってたんだ。そう簡単にはいきませんよ。仕掛けたからには覚悟してもらいます。これ以上の戦闘続行は不可能。脱出する。運がなかったと思うんだな。スピードが違うんです。私も未来のために戦います。アブソリュートハリケーン。脱出。
運がなかったと思うんだな。こちらの狙いは分かってました。ダイダス、攻撃を開始します。隊長、すみません。一気に叩く。残念だが、こういう装備もある。俺の想像力が足りなかったのか。今日こそ叩き潰してやる、ジュナ。その程度の実力で私の首を取れると思っているのか。もらった。今回の作戦は難航すると思っていたが、杞憂だったようだな。お前たちを叩きのめすのが我々の仕事だ。火力は保証してやろう。脱出！ジュダのファクターどもや！把握したか、己の力のなさを。どうするんだな、自分自身の死を。大した腕もないくせに。味は抜群だぜ。もらったぜ。
俺の想像力が足りなかったのか。もらったぜ。俺の想像力が足りなかったのか。忍者の力ってやつを信じてみるか。どうだ。いって。俺も想像力が足りなかったのか。戦闘速攻は不可能。脱出する。守ってみせる。仲間も家族も見るがいい。これが虎の一撃だ。我らの夢は加藤総司令が。恐れずに取り込むんだ。そのわずかな資格を使う。想像力が足りなかったのか。そこだ。我らの夢は加藤総司令が。理念か何か知らないけど、
か。来るべき未来のためにも。バカが、自分から見つけてくださいって言ってるようなもんだぜ。好き勝手にさせるもんか。ただで返すかよ。甘いんだよ。お願いします。カメラ目標まで500、微速前進。姫様、戦闘機の準備ができたと報告が。カメラ、すぐに支援部隊を出しなさい。わかりました。前機発進。攻撃を開始してください。我らの夢は加藤総司令か。我らの夢は加藤総司令が。テロ行為など許すわけにはいきません。俺も想像力が足りなかったのか。俺とラインバレルならやれるはずだ。さっさと終わらせてやる。もらった。まだまだ。これで終わりだ。我らの夢は加藤総司令が。もらった。まだまだ。これで終わりだ。俺とラインバレルならやれるはずだ。俺の想像力が足りなかったのか。戦いでは俺に従ってもらう。これでどうだ。そんなバカな。そんなバカな。
ただの支援機だと思わないことね。行け！我らの夢は加藤総司令官。私も未来のために戦います。終わりです。一刀両断サンブレードツイン。隊長すみません。加藤機関は我々が相手になろう。一気に壊してやろう。これ以上の戦闘続行は不可能。脱出する。残念だが、こういう装備もある。これ以上の戦闘続行は不可能。脱出する。我らの夢は加藤総司令が。攻撃を開始する。オバインを甘く見るな。もらったよ。でい。我らの夢は加藤総司令官。私のやり方には従うか。これくらい避けてやるさ。どっちがそう来るなら。これ以上の戦闘続行は不可能。脱出する。想像するんだな。
自分自身の死を。そんな攻撃に倒しゃ俺も対象だ。今回の作戦は難航すると思っていたが、杞憂だったようだな。貴様が私の相手をしてくれるのか。一気に壊してやろう。隊長、すみません。修復できないくらいにぶっ壊してやる。その程度の実力で私の首を取れると思っているのか。さっさと片付けてやる。一瞬で決めてやる。そんなバカな。お前を倒しゃ俺も対象だ。俺みたいなガキにこういうこと任せるかね。力ずくで分からせてやる。隊長、すみません。このチャンスを待ってたんだ。待ってたまるか。狙いは外しません。焼き切ってあげましょう。あなたはもう終わりです。俺の想像力が足りなかったのか。ここは戦場、容赦はしません。軌道が見切れますか。これ以上の戦闘続行は不可能。脱出する。ことを敵に見せつけるのです。カメラ、フォトン砲を使用したらどうでしょう。カメラ、フォトン砲の準備を。フォトン砲、撃て。俺も想像力が足りなかったのか。Thank you.
出たとこ勝負で行くぜ。反撃の時間なんてやるかよ。ソードシルエットを射出。お前が敵を倒すんだ。分かった。そこだ！随分とつまらない相手だ。ここで死にたいのか？避けてやるか。今ならまだ間に合う。あんだけでかくちゃ発せないよな。力ずくで分からせてやる。だなこと。目標まで500、利息前進。姫様、フォトン砲を使用したらどうでしょう。ダメだ、フォトン砲の準備を。フォトン砲、撃て。だなこと、これは貴様の愚行が生んだ結果だ。戦車、俺たちをおちょくっているのか。ダメだ、油断はなりません。油断もするな。この程度ならあたしにだって。まともに相手するのもいささか面倒なのでな。マキナ同士の戦闘で優劣を分けるのはビーム兵器の有無ではない。力の差というものを教えてやろう。
悟しろ。これまでだ。これくらいの損害なら気にする必要はありません。反撃を開始なさい。姫様、ボトン砲を使用してはどうでしょう。ガメラ、ボトン砲の準備を。ボトン砲撃て。随分とつまらない相手だ。全て消し去ってやる。守ることが俺の戦いだ。総攻撃。これが虎の一族に伝わる奥義だ。叩き落としてやるぜ、デカブツ野郎。何だと？
くしかない。なんだと。ジュダのファクター、覚悟はいい。ではお断りします。これはついでだ。マキナ同士の戦闘で優劣を分けるのはビーム兵器の有無ではない。本物の剣術を見せてやる。敵は果たせたのか。
悪いが、私と戦ってもらうぞ、早瀬。